きちゃおーっと、きちゃあーよかった、タスク1個できた。できてなかった。できてなかったら、ありがとうございます。今アルマさん、今宿舎いやいや、もう一人しかいないぞ。今金庫室でダイヤモンド磨き終わりました。金庫室でダイヤ磨いてまして、宿舎前湧いてましたね。アルマさん宿舎前湧いてすぐ左行ってます。ああそう、あれそのダウンロードしてませんでした。金庫室でダイヤ磨いてました。コックピットで見たアルマさんから。コックピットにもミーティングにいた黄緑ってあれアルマさんだけおんねん。僕とエレジーさんとアルマさんがいたような。そうですね。アルマカどこいたの？ダイヤ磨いてる。本物のアルマカどこいたの？梅健さん、僕のこと殺そうとしましたよね、今ね。え？梅健さんから殺意感じたんですけど、やばい、ちょっと僕の覇気が。ユニコーン。歯を破れてしまったか。警戒してます。飛ばせるから、やばいな。キッチン。行くか。多分でも右多い気がするから、できるだけ真ん中でやりたいな。あれ、はい、アーカイブのとこに、アーカイブのダウンロードのとこにまさかりさんが死んでました。アーカイブのダウンロードで、で自分、アーカイブのダウンロードがあったので、タスクがあったので、あとまさかりさんをちょ踏みつけながらダウンロードしたので10秒前まではもう死んでます。で、アーカイブ側から来たエレジーさんを見ているので、ほぼ確定でエレジーさんだと思っているので、まあそれも踏まえて踏みつけてました。あ、僕の話をじゃあ聞いてもらってもいいですか？僕、貨物室履きで、停電直したの僕です。覚え芸を覚えたから停電直すで、アーカイブ行ったとか、アルマさんがアーカイブにいた、その後僕は下で夏目先生がシャワー室にすれ違って覚え芸やる、エレクトリカル降りようとしたところでレポートです。でもあれですよね、ダウンロードしてる時間があるってことですよね。要は夏目先生がダウンロードしてる時間の前くらいから、絶対10秒くらい前から、僕はチャゲポヨさんと貨物で一緒になってるんで、僕の方が先に出ていってる証明になると思います。まあ、あとあれ、ミーティング2人ぐらい上がったかなと音的に思ったんですけど、どなたですか？あれ違うのか、階段使った人いません？あれ、あ、いや、上がってたと思います。最後ら辺2回音は鳴ってます、多分。誰も言わんのよ。そういう感じか。僕最後上がってます。最後上がってますけど、なんか前に2人ぐらいいるのかなと思って上がったんですけど、あ、いないんだ。それってあれですか、ミーティングに登る音でしたと思いましたけどね。2回ハシゴの最後ら辺に行きたいんだけど、それどんぐらい前だと思う、その死体は。少なくとも停電直った後ですね。停電直った後僕言ってるので、アルマさんは多分その近くぐらいのタイミングにいたと思うので、停電終わった後っていうのは多分共通していると思います。で、僕はアルマさんが今怪しいかなっていうふうに思ってます。LG さんは、僕は夏目先生の証言的に絶対無理だって言いますよ。チャゲポエさんと10秒くらい一緒にいたんで。急なところで。最後10秒くらいは僕 LG さん見てるよ。そうです、シャワー室の近い、ね。ちょっといい。ちょっと最後に。最後に一言。エンジンルームの交差点のあたりで東屋さん死んでました。お、死体見つけてるね。そう、大事じゃないかい。いや、話が間違いないですけど。チェックしちゃって、殺せ。
せ殺せ殺せ。ああ怖かった。あ、死んでるじゃん。あれ？怖かった。プテアシさんが死んでる。エレジさん、はいはい。エレジさんどっから来たんですか今前方で。エンジンはセキュリティ向かう、セキュリティじゃなくて停電起きたから武器庫から行くでずっと見てただけです。うん、いや僕キッチン脇で誰も。だからエンジン脇。エレジさんはエンジンでは見てます最初。うん、ごめんなさい。今つい今のことを話しました。あ、今です。じゃあユパヤさんからもちょっと詳しくお願いします。今キッチンで沸いてハンバーガーをしましたんで、その間誰ともすれ違ってません。沸いてる人もいませんでした。はい、で停電入ったので、展望入って、直しましたんで配線タスクをしてたら左からエレジーさんが来て、左から来ましたエレジーさんが。え？何それ？ちょっと待って。え？嘘？俺はまあ右前から見てたとしか言えない。だってそもそも配線タスクしてて僕が左から来たっていうのは弁当開くの見えるんじゃないですか？それは見てないですかね？そこまでは見てなかったです、ちょっと。マジか。いや僕はもう、僕が向かった経緯を一応話すと、僕はもう初手でボタンを押してしまってボタンがないので、コミサボ対策でコミサボにエンジンから向かっていて、まあ、停電だったんで向かったって終わったら、チャケポヤさんがいたから見てたってだけなんですけど、まあ。まあ、一応今回のキルには関与できてないとおそらく言ってもらえると思うんですけど、最初のマシャカリさんのやつで夏目先生視点は LG さん結構ほぼ書くみたいな。でも確定です。ほぼ確定。弁当説とか何も言わないので確定なんですか、そのダウンロードの近くの。ね、なぜなら、シャワー室上右の方から LG さん来て、で、はい、自分が LG さんとすれ違う形で、はい、アーカイブに行って死体があったので、だった場合 LG さんの真後ろにいて殺して、はい、そもそも僕指定の証言すると、アルマさんよりも先に僕が出ていると僕は主張するので、あのアルマさんインポスター、もしくは夏目先生プラス誰かのインポスターの線も追ってください。僕はあのこっち多分釣られると思うんですけど、アルマより先に出てるっていうか、ほぼ同時に下にエレジーさん、右に僕が抜けており、僕はチャゲポヤさんとずっと一緒にいて、エレジーさんはその後引き返してキルしてるんじゃないかなと僕は思う。これ 100% に色残ってるので、ボタンを押して必ずインポスター考察してください。お願いします。 100% 残ってます色。もう見上げようと思う表のいいキルするね君。犬連れてる人だ。犬見えましたね今。フラミンゴ警察だ。犬を連れてる人。犬。フラミンゴ警察だ。誰や、センター。犬を連れてる人。犬。とアルマさんじゃない。僕はあれです、丸い子です。ハムスターですよね。センターさんかじゃあ、はい。センターさん。あなたヌーンを使いましたね今。使いましたね。使いましたね。いいえ。私とおめけんさん見ましたよ。見ましたよ。ヌーンが左から右に動くところ。いいえ。僕の犬は残念ながら。昇降機の方から来ていますからね。どこで死んでたんですか、それは。昇降機左、リアクター直すところで、夏目さんがお肉になっておりました。あ、じゃあ昇降機右をずっと直してたんで、どっちにしろあれです。あの、ハムスターだし、昇降機右を僕はずっと直してました。うん、梅剣さん、武器庫で、念のため、柿さん。前に、ね、見ましたよね。武器庫、はい、武器庫からエンジンループ取っていきました。拳銃4丁だけ取って、エレクティブ。あ、見ました。テーブルを見ました。今、拳銃4丁持ってますからね、僕まだ直してないですよ。私も今、拳銃4丁持ってますよ。今、12丁がな、センターさんに向いてますからね、今、拳銃。誰と誰が今、チャゲポヤさんと海健さん。恐怖症だから向けないでほしいな、こっちに。終わりかな。銃って先端なんですか。いやいや、ちょっと。
いやもう終わりか。いやもう、いやもう、ごめん。いやー、LD さんごめんなさい。申し訳ねえ。犬が。マジか。やつ。見ちゃった。申し訳ねえ。終わらないんかー。終わらないんかー。終わらないんだよなぁ。タンちゃんインポスターか。マジか。センターさん冤罪で釣られちゃいましたね。なんかかわいそう。マシャカリさん俺が殺したのに。そうね。なんかどんまいした、ね。頑張れあるぞまだあるぞ。頑張れ頑張れまだ。ゆでたまご先生は確定でインポスター。そう。エレディさん勝ちですわ。申し訳ねえ。よいしょ。エレディさんの白言えたけど口封じで殺されちゃったよ。よく気づきましたね俺がインポスターだって。マジでごめんなさい。あれ、でもチャゲパヤさんとアルも合ってるんだよね、チーム。おぉ。タスク終わってね。だったらアルも。やばー。いけるぞー。間に合うか間に合うか来る。やば、金庫タスクうますぎ、世界一。あ、これギリいけるんじゃない？あれこれ。あ、これやばいかも。カキさんがギリ間に合うか間に合わないかの瀬戸際。微妙に間に合う。いや、いけんじゃん。今、アーカイブで。発見すんじゃない？キルクールタイムと発見どっちが早いかの。あ、でもこれ、ラッシュ、あ、ギリ、ギリ、マジでギリ。お、いけ、いけた。おぉ、すげえ。うわぁ。ギリギリ、すげえ。ナイスー。今、一瞬やった、一瞬。あっちー。まだインポスターだよ。最初から分かってた。あー、カキさんが左行った瞬間に。カキさんが離れた瞬間に、行けばよかった。いや、確かにそう。アルマがインポスターで白い天使に踏みつけられてた、ずっと。うわぁ、あと1秒やったのに。いや、ナイスいや、ごめんなさい、ダブルキル、右が誰も来なくて。これ、アルマくん、かっこいい、気持ちいいね。いや、気持ちいいですね。いや、気持ちいい。いや、今の、やられてきた。これはかっこいいよ。いや、ナイス。やってしまった。ナイス。でも、ちょうどよかった。アルマさん、東屋さんのキルを詰められた僕が黒かったから、ちょうどよかったですね。うん。そうっすな、最初、途中の幸いみたいな。さっきのやつも含めて俺がアルマ君にいやごめんねって言ってたところから殺すところでやるってことだよね。うわーマジか。エレジさん本当あごめんなさいエレジさん。大丈夫大丈夫。全然いやなんかもっと俺がプテアイスさんとの一緒にいた時間の証言とかして無理だよってことを合わせて言ってれば LINE 作ってるもうちょっと延命できたけどちょっとそれ言う前に伝えちゃ申し訳ない。めっちゃごめんごめん。いやでもリアクター直らんのをもうちょっと早く気づいて右行けばよかった。いやでもねマジで僅差だったと思います。アルマくんのキルも溜まったのも、うんうんうん、下降りる寸前でチャゲさん殺してるから、今のはリアクターのキルは時間負け、うん、いや違うんですよ。キル2キル、キル目2キル。僕がもうあの通報する1秒前だったんでもうちょっと早ければそのね会議に持ってけた。カキさんがキルできなかったんではしご行っちゃった。そうだよね。だからチャゲ来たチャゲさんを殺したんだよね。いや本当に切り返しがすごかった。マジでいい試合だった。俺行かなければよかったのか。いや行くのは正解だった。もう一回感じがさせたろ。結果論としては行かなければカキさんがレポートできてたっていうこと。まあまあまあ。まあ行くのは正解です。でも誰も右に行ってないって多分クルメとして思うんでそこでカキさんが殺されててチャゲさんがレポートで勝ってるケースもあるので。だから本当に結果論したアルマさんが上手かったってだけです。すごいよく切り替えたな。いやすごい。アルマ今のかっこいいわ。視点がね。もっとアルマさんとのローラーを最初釣られる前に言っとけばよかったが、僕目線だともう夏目先生のセリフかアルマさんが殺して僕と夏目先生すれ違う前に右行ったしかないから、だから僕じゃないからアルマさんです。全ては夏目がマシャカリの死亡を踏みつけてたのが系列がちょっともうアルマさんのかっこよさに憧れてまた同じ格好してる人そうねちょっとファン一応また間違えてます。そうまた間違えてじゃあ展望デッキ行くか疑われそうな場所行くのやめてもらっていいですか。カキさんの近くでずっと弁当立っとくからないんだけどあれ3人になったらもうわからん